どうもーす。今回は黒砂糖ふ菓子ですね。僕ふ菓子ってだから確かに昔からあるんですけど食べたことなかったんですよね。ふ菓子なんですかね。僕全然食べたことないので、こう食べたことある人はみんないると思うんですけど、うまい、見た目うまい棒じゃないですか。パッケージもなんかこれすげえなんか歌舞伎的な感じしますね。この日本風なんですかね。中身は何入ってんだろう、ふ菓子って。お菓子、品名、ふ菓子、原材料名、含む蜜糖、黒砂糖、砂糖、糖分ばっかりやね。甘い、小麦粉ですね、これは。糖ばっかりっすね、これは。なぜこんな糖の種類を揃えたっていうぐらい糖ありますね。ヤオキンさんだ。ヤオキンさんってこれはあれですね。うまい棒と同じところが作ってますね、これ。あれなんじゃないの？結局、うまい棒に、黒砂糖とか甘い糖をかけたお菓子って感じ？もしかして。うん。これ食べてみたいと思います。きっとそうだ。そうだぞ、きっと。俺の予想は合ってんじゃないのか。ふ菓子と言いつつ。ふ菓子って、本当はおふなんじゃないのかな？これふなのかな？ふってなんだっけ？ふとこうまい棒は違うの？まあでもちょっと食べてみれば分かるよね、こういうのは。こんな感じですけどね。こう。穴も開いてますね。じゃあ食べてみたいと思います。うん！全然違う！うまい棒と全然違う。あ、すげえ。すげえ、じゅわっとくる。なんだこれは。中身もすごい。じゅわじゅわしてますね。うん、全然違う。なんかとろける、なんか舌の上でとろけてなくなっちゃう。これが風なのか。うん。どうした爆笑太郎くん。犬も歩けば疲れちゃう。いやいや、どないしてん。犬も歩けば疲れちゃう。そらそうやろ。そらそうやろ。俺、ふ菓子食ってんのに。なんやねん。びっくりするやないか。俺のふ菓子どうなって。犬も歩けばふ菓子に当たる。いやいや。すいません。滑りましたね、これ。うん。うん。あ、こういうこと。確かおふって、たまに味噌汁とか入ってるじゃないですか。味噌汁のね、汁を吸ってすげえ美味しいイメージあると思うんですけど、これもだからやっぱりふわふわしてて、甘いのをなんかじゅわっとこう吸い込む感じのイメージですね。うん、うん、美味しいね、これ。あ、ふ菓子ってこういうやつなんだ。うん、ちょっとだから周りにある砂糖が結構コーティングされててザクザクしてて中はふわふわしてるっていう、これ2つの食感が味わえる。これなかなかいいんじゃない、これ。なんかヤオキンさんやるな、こういうのを。なんかこう2つの食感でいい食感、何が言いたいかちょっとわかんないけど、まあてな感じで今日はね、ふ菓子食べてみました。じゃあねー。